これがあのイギリスで、あのグッドウッドってフェスティバルオブスピードで走ったやつです。全部カーボンボディで、まあ、オフですから全部カーボンでできていて、ここ200キロぐらいは出ます。実際あの走ってますから2025年に量産しようという計画で、しかもこれはあの沖縄シーサーのコースです。シーサー、あー本当だ。メーターもなくてこうスマホ入れられるだけで、あそこにちっちゃなメーターがついてるだけでナビはもうなしと。結構広いでしょ。広い広い。幅 1.3m、 K よりも狭いんですよ。車のメーカーでないところは車を作るなんてって感じがあるんですけど、そんなことないですよと。車作るのってそんなにあの簡単じゃないけど、やれますよって言ってお話しすると、じゃあやってみようかって、でこれもこれもこれもって感じになったとかなんですよ。だからこれは本当新しいトレンドですよね。そうですよね。もっとこういうのが日本 ね、 ね、多く湧きてもっと活性化するとすごくいいと思うんですよ。